体か、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の三面基地的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日8月15日木曜日です。現在時刻7時01分です。本日最高気温31度、最低気温27度で晴れ時々曇りです。降水確率 80% と出ており、午後あたりね降りそうな感じですかね。そうですね、折りたたみ傘必ず持って出かけた方がいいのではないかなと思います。そんなに大きな雨は降らないと思いますが、雨は確実に降ると思われます。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは18円90銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時02分です。 BTCUSD の価格は 58,997.70 でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、そろそろ香港の、外地ですね、お盆に当たるのかなの日が近づいてきているので、ちょっとそれについて話していきたいと思います。お盆はですね、香港のこのごいち、鬼の節って書いてごいちって言うんですけど、は旧暦で7月15日が最もあの世との、門が開かれる日ということで、その日にですね、いろいろとやってはいけないことがあるので、まあ、それについて、知っとくだけでもね、なんでこんなことしてんだろうとか、なんでこんなことで起こってんだろうとか、なんかそういうのがあるといけないので、皆さんもこれを知っとくといいかなと思って取り上げさせてもらいました。まずはやっちゃいけないこと、その1、衣類を夜通し外に干す。これ外にね、洗濯物を干したりとかね、するのを夜通し干しておくことを許されてないみたいです。この日はね、なるべく外ではなくて、室内干しにした方がいいのかなと思います。その2、食べ物に箸を直接突き刺す。これ日本人なら絶対やらないことですね。よくね、キョンシーとかのね、映画で見てると、ご飯のところに、お線香をぶっ刺してたりとかね、そういうやつですね。やってはいけないってやつですね。で、その3、なんかね、壁に近づきすぎるみたいなのがあるらしいんですけど、要はですね、細い路地に入ったりとかですね、壁と壁がね、近いところに入らない方がいいよと、入ってはいけないっていうような感じですね。その4、室内で、傘を開く。これね、雨降ったらね、結構傘を干してると思うんですけど、それをやってはいけないってことですね。その後、最終バスや終電に乗る。最終バスとかね、終電はね、よくお化けが乗ってるっていうのでね、香港でよく話題になってるんですけど、そうですね、私も最終の電車でね、よく、飲み歩いてた頃はね、帰ってたんですけど、それがまあ危険だよと、よく怒られたんで、皆さんやめましょう。その6、海で泳ぐ。海はね、この日絶対入らないでください。その7、スリッパの先をベッドに方向に向けて寝る。これもね、なんか良くないらしいですね。お化けがですね、そのスリッパのね、先端をね、矢印、方向磁石としてね、そこの方向にね、曲がれてきてしまうみたいなことがあるらしいです。その8、何か大きなことを始める。例えば引っ越しとかね、会社を作るとか、結婚とか、そういった大きな、ね変化を、ね、させることはやめた方がいいよという日らしいですね。その9、夜遅くに写真を撮る。まあこれはね、霊が写ってるとかですかね。その10、前髪を作る。これちょっとよくわかんないんですよね。でその11、路上でお金を拾う。まあお金が落ちていてもですね、この期間はね、絶対拾ってはいけませんよという感じですね。その12、足の毛を剃る。足の毛は、まあ、霊から守ってるらしいので、剃ってはいけないと。その13、道端の供物を踏んだり、乱したりする。まあ、要は、こういう日ってね、結構みんな、食べ物とかをね、道で、備えてたり、あとなんか、お札を焼いてたりとかするので、それを、まあ、触れるなってことですね。14、夜の口笛を吹く。まあ、これは日本人結構みんなダメだって言われてるんで、似たような理由ですね。15、チャイニーズオペラの最前列に座る。最前列はですね、なんていうんですかね、帰ってきてる、霊のためのものなので、一番最前列は開けとくっていうのが一般的な常識らしいです。16、肩越しに物を見る。肩越しに物を見たりとか、知ってはいけないらしいです。後ろから肩を叩かれても、体全体をね、回してね、必ず振り返るっていうんですかね。首だけを後ろ向けるのではなく、体全体を後ろに向けて見ましょうみたいな、そんなことらしいです。そして17、何か寒気とかね、感じても反応しないこと。特にね、何か感じてもね、反応してはいけませんよっていう、まあそういう日らしいですね。
ということでね、ちょっとまあ、奇妙な感じというか、まあ、怖い感じもしますよね、こんなの聞いてると。文化というか、歴史というか、まあ、いろいろあると思うので、皆さん、これ、要は、これを守らないといけないというか、これを守ってる人たちがいる中で、お互いにね、不快にならないように生活していきましょうっていうので、紹介させていただきました。今週日曜日なので、そうですね、この日はなるべく皆さんも、ちょっと気をつけてね、過ごしてもらえればと思います。ということでね、あともう一つニュースとしてですね、取り上げようと思ってたのは、香港コロナ感染者数がどんどん増えてます。なんかね、数字としては4500人って出てるんですけど、この4500人が何の数字なのかっていうのがね、私ちょっと聞き取りきれなかったので、4500人ぐらいの感染者が最近出たよっていう、そういうことらしいですね。まあ本当感染者数ね、香港2人とか3人とかそういう時がね、いっぱいあった中で4500人ってまあまあな数だと思うので、皆さんはね、本当体調に気をつけて過ごしてもらえればと思います。なかなかね、コロナ完全に収まらないですね。まあ共存しないといけないみたいなことは言われているので、しょうがないのかなとも思うんですが、まあそうですね、ぜひ皆さんもね、体調に気をつけて、元気にですね、過ごしてもらえればと思います。ということで本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面禁止的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価でもいただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキン、またね。バイバーイ。